Алоха, с вами Swordplay. А в этом видео сейчас мы выполним маленький квестик в Дангресте и потом пойдем по сюжету за Алексеем. Итак, погнали! レイネルホーム！ダメなのじゃ。それでは気合が足りないのじゃ。あ、何やってんだ？いや、パティちゃんって戦闘スタイルを変えながら戦うでしょ？僕たちにもできないかなと思って教えてもらってたんだ。教わってできるようなもんじゃないだろう。あの手の特殊な戦闘スタイルはだいたい血筋が絡んでるもんだ。いいよいいよ、ユーリも練習してみるのじゃ。やってみないことには何も始まらないのじゃ。そんなもんか？そう、イエースウィーキャンなのじゃ。そうだな。じゃあ、クリティカルフォーム。うわ、やった、うちの勝ちじゃ。負けちゃった。もうユイラバカ。しかもクリティカルをチョイスするとは青年意外とミーハーだった。これでしばらくカロルとレイブンのグミはいただくのじゃ。ユーリー、ありがとうのチューなのじゃ。お前ら俺でかけてやがったな。
持ってきましたよ、お嬢さん。エヴァライトのネックレス。それです。ありがとうございます。でも、どこにあったのですか？それは…そうですか。それは奇跡です。でもよかった。では、報酬を。報酬なんていりません。代わりに、あなたの愛。おいおい、おっさん。リアンナ、あなたは一体今までどこに？あなた、ヘリオードの？お、お前たちは。リアンナ、こいつらどうして？この人たちに例のネックレスを探してもらっていたのよ。なんだって？だから、あ、それで。そうだ、お前こそリアンナちゃんの何なんだ。幼なじみだ。なんだ、幼なじみが何を？ちょっと、あなたうるさいです。黙っていてくださいませんか。うるさい。あなた、今までどこへ行っていたの？私探していたのに。君のネックレスを探してたんだよ。君がお父さんの形見だって言ってたネックレス。でも、見つけられなかった。いいのよ。私が、私の力で見つけたかった。結果的に、この人たちに頼ってしまったけど。私たちの婚約の証として、あなたにあげたかったから。え、婚約って？俺に。行くか。え、でも報酬。結婚祝いだよ。いいだろ、カロル。いないわよ。あら、さっきまではいたのに。またなんか用事でもできたかな。ほら、おっさんも行くぞ。あ、あ、あ、話終わった。ごめん、ちょっと用事を思い出したから。ところで、報酬もらえた？いや、それ今回なしで。え？何言ってんだよ。ギルドの仕事して報酬受け取らないでどうするの。結婚祝いだよ。え、結婚祝いって？え、まさかリアンナ先生？先生？前にいたギルドの知り合いだって言ってたわね。実は、前の前にいたギルドで僕の教育係だった人なんだ。とても厳しいことで有名で、僕も結構ビシビシと。だから会いたくなくて来なかったわけだな。まあいいけどな。ちっとも良くないよ。だって無報酬なんて。報酬のことより確認したいことがあるのだけれど。え、何？ジュディス、荷物運びと偽物探し、どっちも全然違うお仕事よね。ブレイブ・ベスペリアは何をするギルド？私は何をするギルドにいるのかしら。そうよね。お金を儲けるのが目的？それともやりたいことをやること？私も旗から見てて何したいのかよくわかんないんだけど。
別に私は関係ないからどうでもいいけどね。それじゃ今がそれを見出してく期間と思っておくわ。え、うん、今すぐ答え出せないんならお言葉に甘えていいんじゃないか。わう、あれがザウデか。でかいな。なんか指輪みたいな形だね。あれ指にはめられるやつなら確かに世界を支配できるかもね。アレクセイの指には絶対はめさせないのじゃ。見つからずに済むかな。ちょっとあれ、あそこ。フェロ、フェローほどの力を持ったエンテレケイヤはほとんどいないのに。それが手も足も出ないた。どんだけヤバいのよあれ。エアルレベルで干渉して再構成したのよ。なんて処理能力。あれがアレクセイの求めた力なのか。低空で侵入しよう。フェローには悪いが、今ならアレクセイの目は上向いてる。フェロー、ありがとう。戦う前に聞きたいんだけど、あの騎士団長どれくらい強いのかしら。さっきの陛下の時代に御前試合で優勝して、それが元で騎士団に推挙されたって聞いてます。おっさんも一度だけ手合わせしたけど3分持たなかったわよ。彼の場合、名前だけじゃない、騎士団の頂点に立つにふさわしい実力の持ち主だったんだ。騎士団最強と考えた方がいいんかな。それにあっちは親衛隊がついてるしね。ネガティブなネタばっか。なに、こっちにゃデインノモスがある。それに僕たちは旅の中で力を合わせてきたんだ。ああ、親衛隊なんかより結束力あるぜ、きっと。親衛隊はオーケーね。でもようやくこれで五分と五分ってとこ。アレクセイに対しては注意してもしすぎるってことはなさそうね。油断は間違いなく命取りになるだろう。ええ、気を引き締めてかかるのが吉ね。
かし近くで見るといよいよでけえな。これ全部で一つのブラスティア、信じらんない。きっと世界のみんなを脅すためのホブローブラスティアなのじゃ。きっと想像を絶する力でしょうね。ねえ、あれ船だよ。騎士団でしょうか。いえ、そんなに早く来れるとは思いません。親衛隊でしょう。ってことはだ、やっぱ入り口固められてるわ。船虫みたいにゾロゾロいるのじゃ。あれくらいならまとめて吹っ飛ばせそうよ。慌てんなって、そういう派手なのは俺たちの役目じゃねえ。他に入れそうなとこがないか探そうぜ。そういえばフェロー、エアロを吸収してたけど、あれも安定させるため。こんな時までご苦労さんね。多分違うわ。エアロを吸収してザウデの機能を止めようとしてたんじゃないかって思う。それでアレクセイのやろうとしてたことを妨害しようとしてたってこと。そうでしょ。あら、私何の話かしら。ふん、もういいわよ。でも中に入っちゃえばこっちのもんだよ。このまま一気に止めちゃえ。簡単に言うわね。仕掛けも親衛隊もてんこ盛りなのに頼もしくていいんじゃないの。本当にそう思ってる。フェロン、大丈夫かしら。いろんなブラスティアを見てきたが、ここはまた格別だね。これがゲライオス文明の末期に作られたのであれば、技術の集大成なのかもしれないわ。ミョルゾで見たレリーフの建物がこのザウデなら、その可能性は高いよね。世界を破滅に導こうとした最悪、星はみと何か関係があるんでしょうか。本当にゲライオス文明の末期に作られたんなら、星はみを抑える力を持ってるのかもしれないわ。それでレリーフに残されてるってか、筋は通ってるが、フェローの言葉が引っかかるな。ザウデには触れるなって。まあ考えたところで分かんないんだし、進むしかないでしょ。風が流れてる。通風口だな。それなら僕の出番だね。ここから入るつもりかい。騎士様にはちょっとふさわしくないかもしれねえけどな。リタ、そんなに心配しないで。全然大丈夫ですから。別に心配なんかしてないし。どう見ても心配してるわ。じゃあの。なあ、もううるさい。さっさと開けなさいよ。うるさいのはお前だ。開いた。お見事。じゃ、行ってみようか。
前から気になってたんだが。何よ。親衛隊の連中、なんであんなにアレクセイに忠実なんだ。確かに、いい加減もう目を覚ましても良さそうなもんなのじゃ。騎士団の大部分が貴族の門弟で占められてるってのは知ってるでしょ。ああ、嫌ということな。で、騎士の中から優秀なのを集めて皇帝の警護をやらせた。これが本来の親衛隊。皇帝っていなくなってもう何年も経つじゃない。その通りで、騎士団長殿はその間にちゃっかり私兵化しちゃったってわけ。あの忠犬ぶりはそれだけとは思えねえな。掲げた理想はそれなりにかっこよかったからね。我々が帝国を導くんだぞってね。みんな彼に引きつけられて本気で信じていたんだ。今でも信じているんだろう。僕には彼らを責めることはできない。でもフレンみたいに他の人だって。みんながみんな自分で気づけたら世の中もうちっとマシになるんだろうけどね。
という間に全滅させる。相手が悪かったな。一気に行こう。やっと。シリサダ、聞いてない。マジレンガ。やだ。やるぞ。さらなる力を。シャーティ、サンキュー。マジンキュー！
あれ、もうおしまい？見てろよ、俺の剣さばき。まだまだ精進が必要だ。相変わらずか。敵だ。作戦変えていこうぜ。進展しろ。僕としたことが。逃げんぞ。ガンガン行っていいかしら。クランキーボム、トリックタイム。変態が、哀れもう一つ。月影術技の使いすぎね。調子に乗りすぎたか。これが弱点ね。相手が悪かったな。
取ってきたぜ。よっと。みんな集中だ。頭切り替えてけよ。はっ、逃げろ。はっ、逃げろ。みそぎ見て熱さ。みんな集中だ。調子に乗りすぎたか。もう一つ。乗ってきたぜ。頭切り替えてけよ。知り尽くす。逃げんぞ。
乗ってきたぜ。またおっさんの嫌いなもの食わせんの？違うの作ってよ。おっさんいじめ反対。あら、じゃああなたは食事抜きにするのね。僕たちだって嫌いなものでも我慢して食べてるんだから、レイブンも我慢しなよ。私なんて読書の手を止めて食事に付き合ってやってるんだから、ありがたく思いなさいよ。偏食は栄養が偏って体に良くないですよ。もう十分成長しちゃったおっさんに今さらに。ラピードがバカにしてるぞ。人間の風上にも置けないってさ。一番年上の癖して恥ずかしくないのか。別に、おんさんダメな大人だもん。開き直りやがった。最低ね。
てろよ俺の剣さばき。やっと。まとめ。ささやきらめ。してるけどいいの？たまには男どもに代わってもらったら？いいんです。料理は作るほど上手くなれますから。そうね、料理は慣れだもの。エステルの料理とても上達したと思うわ。ジュディスのお墨付きをもらえるなんて嬉しいです。野菜の千切り2個、みじん切り1個、かつらむき2本を毎日続けてきた甲斐がありました。そこまでしなくてもね、ユリ。ああ、野菜がもったいないからな。問題そこ？大丈夫です。使った野菜はネギ以外ラピードが食べてくれましたから。ラピード？最近ラピードのお腹がぷよぷよしてるのはそういう理由？戦闘の時の動きにもキレがなかったわね。ラピード、断れよ。Так, этот сейфпоинт восстановил мне, и ХП и ману, значит, за дверью может быть босс. Да и видео идет уже около часа, поэтому на этом моменте я это видео закончу. Лучше подстраховаться перед боссом, если он все же будет. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был SwordFlame. Всем пока!